はい、こんにちは、主任数の師です。今回は式の値という形でちょっと複雑な計算に見えるような問題ですが、普通にやれば、簡単にできるような問題です。それではやっていきましょう。はじめですけど、ここをちょっと式変形していきます。この時に、式の値とか代入するときは簡単な式にするというのが鉄則です。なので今回は因数分解をしていくという形で、 z が共通因数ということは z でくくることができるので、 z かっこ x たす y になりますね。またここは私の式より x たす y、x-y となりますね。そしたらその次にまた共通因数が出てくるので、くくることをして、でその次アルファベット順で x-y たす z という形にします。そしたらその次に今から代入をしていくという形です、すべてね。そうすると、ルート2たすルート3たす2ルート2引くルート3。そしてルート2足す、ルート3でマイナスは符号逆数のでマイナス2ルート2足すルート3で足すルート2引くルート3という形にします。そしたらここで計算するので消える消える、そしてここが消えますね。そしてここも消えるので残るのがルート2足す2ルート2ということなので3ルート2という形になります。こっちは残るのはルート3なので3ルート2かけるルート3をすれば答えは3ルート6が正解となるわけです。今回の問題ですけど、こういうふうに簡単に計算するときに因数分解して簡単にするっていうのがすごく大事なポイントでした。よかったら皆さんもやってみてください。それではね、バイバイ、じゃあね。